はい、お待たせしました。ここからは、司会フリーラーがお送りします。よろしくお願いします。では続いてのゲームですね、エド・エッド・エディザ・ミズ・エドベンチャーズです。こちら解説の方来ており、応募ありません。もし、プレイしたことある等ございましたら、まだ、ご参加できますのでよろしくお願いします。でまたですね、ここからのゾーンなんですけども、解説の方来て、解説の方がいないゲームが続きます。ぜひ、スケジュール見ていただいて、解説に入れそうなゲームあればぜひ解説として参加していただければと思います。よろしくお願いします。洋芸が多いので、洋芸と言いますか海外しか出てないゲームが多いので、なかなか難しいと思いますが、よろしくお願いします。はい、というわけでですね、一応私も調べてきましたので、このゲームについてお話ししようと思います。で、ちょっとまず、ゲームの内容の前に、ですね、カテゴリー等をご紹介しようと思います。カテゴリーは 2%。エンディングを見るまでの時間を計測します。達成度等は問いません。で、申請時の、奏者さんのコメントによると、2% はゲームのアルバムをスキップするグリッチがたくさんあります。10秒から5分程度の時間短縮が可能です。中でもステージ全体をスキップするグリッチは圧巻です。とのことです。チェーンソークラブ。で、奏者さんの情報ですが、カーター・カービーさん。アメリカのプレイヤーですね。で、2% の記録は、スピードラン .com というスピードランの、タイムを記録するサイトでは27分54秒。ワールドレコードは20分57秒となっております。なお、ハードなんですけども、ゲームキューブ、プレイステーション2、Xbox、パソコン、ゲームアドバンスで発売されているんですけども、スピードラン .com 上ではゲームアドバンス版のみ別ゲーム扱い。で、それ以外のハードは同じゲームでも、同じゲーム扱いとなっており、タイムも、ハードを問わずに記録されています。で、PC 版のプレイが大半でして、ワールドレコードも PC 版です。ただ今回の奏者さんは、下に書いてある通り、プレイステーション2版を使用します。プレイステーション2版の奏者は2名いまして、その中では1位です。で、確認した情報では、ロード時間的にパソコン版の方が早いらしいです。この方 2% 以外も走られています。というわけで、予約なんですけども、作品の紹介という前に、エド・エッド・エディってなんだっていうところから始まると思いますので、こちらから紹介したいと思います。エド・エッド・エディというのは、カートゥーン・ネットワークで1999年から放映されていたアメリカのコメディアニメシリーズとなっております。日本でも放送されていたようです。で、まあ、簡単な、作品としてのストーリーは、ですが、エド・エッド・エディは性格がバラバラで、一癖ある三人組、まあ、エドとエッドとエディという三人ですね。周囲から少し浮いた存在ですが、強い団結力に結ばれています。ある時は小遣い稼ぎのために、ある時は悩み事を解決するために、知恵を絞って作戦を企てたり、発明品を生み出したりするが、いつも失敗ばかり。それでも3人組は次の作戦を考えるのだった。まあ、物語はそんな3人組を中心としたコメディとなっております。名前ですからね。で、まあ、簡単にキャラクター紹介しますと、エドが、3人の中で体が一番大きく力持ち、頭はあまり良くないが温厚かつマイペースで走り方に特徴がある。エディが計画したどんな軽率なプランにもすぐに乗っちゃう。持ち前の腕っぷしで肉体労働をこなすが、大体プランの内容を理解していない。
まあ、見当違いな行動に走ったり、他の二人から突っ込みを受けることも多い。まあ、ゲーム的に眉毛が繋がったサボテンみたいな頭のやつがそれです。ゲーム画面来ましたね。まあ、こんな感じのゲームですね。で、エッドが本名がエドワード。時間が空くと図書館で生物学や科学を勉強しており、まあ、知能派ですね。物静かで折り目正しい性格、いわゆるお利口さんタイプです。年齢にそぐわない博識さを持ち、3人組の中では、頭脳派。ただ巻き込まれた椅子で流されやすい。まあ、帽子をかぶったキャラクターですね。で、エディ。3人の中では最年少でリーダー格。最年少ながらリーダー格。かなりの目立ちたがり屋で自分の存在をアピールしようと、目的を果たすためのプランをあれこれ考える企画力と行動力の高さを持つが、特には犯罪まがいの行為をすることもある。お金とキャンディーが大好き。でまあ、背が低くて、頭に毛が3本生えている、キャラクターです。で、ようやくゲームの内容なんですけども、このゲームは、このエド・エッド・エディをベースにした 3D のゲームです。2005年に発売されたもので、始まりそうだけど、多分この、ロードが開けたらスタートですかね。このロードですね。で、ステージは6つに分かれています。で、二つおまけストーリーが別であるんですけど、これは走り慣れないです。2% ですので。で、エドとエディは、自由に交代することができます。こうやってフォーメーションも組むことができます。今、ちょっと陽気な音楽流れてる間は、早く移動することができます。まあ、ポケモンの自転車乗ってる時のような感じで音が変わるので分かりやすいですね。わけで、このステージでは、アイスキューブを集めるっていうところから始まります。アイスキューブを5個集めて、ドルフっていうキャラクターの屋上にあるミートボールマシンを使わせてもらうことが目的です。今、遠くにあるところをパチンコで売ってます。パチンコは、エッドが使える能力となっております。まあ、キャラクターごとに能力が異なっています。今、アイスキューブ取りましたね。ミートボールマシンはちょっとよくわからないんですけど、見てもらえればちょっとだけカットシーンで出てくると思います。今これリスを、投げ入れてますね。リスを部屋に投げ入れています。基本この加速状態は3人縦に並んだ加速状態が早いので、これが基本的な動きになります。次のシーンに入りました。で、ここ冷蔵庫で扉を壊します。壊れました。で、シーンが変わりまして、これで、の柵を壊すと豚が逃げていきましたね。で、するとエドはドルフが、ミートボールをマシンを貸してくれるなら豚を捕まえてやるよと、まあ、マッチポンプですね。お前が壊したのにねっていう。まあ、豚をその通り運んでいきます。ちょっとゲームとしては、まあ、アニメーションのゲームっていうのもあるんで、難易度的には簡単です。まあ、ただ、先日の通りグリッチ等ありますので、その辺はちょっと技術がいるものとなっています。はい、これミートボールマシンですね。で、これでステージ1がクリアです。あ、コメントありがとうございます。運が糸に引きが勝手に柵の入ると。次ですね。まず街から始まりまして、まあ、ステージごとにストーリーがあるんですけども、まあ、ストーリーに沿って進んでいくっていう感じですね。
あ、 ありがとうございます。かき氷作ろうとしたけど、ミートボール癖ってなっており。あ、今、下水道に入りましたね。ここがアクションです。そう、なんか暖かい時期にスノーコーン、かき氷を作ればいいっていうのを企ててたらしい。それも受けようっていう感じですね。今、進んでますね、下水道を。今、どこだろう？ここは普通に、エッドがですね、仕掛けを解く担当となっています。壁抜けましたかね？ごめんなさい。ちょっと見落としちゃってました。このあの衝撃もよくグリッチで利用されるところなんですけども、ここは普通に解いてますね。普通に開けましたね。ちょっとシャッターもなんか壁抜けできるようにはなってるんですけども、ここだったかな。あ、来ましたね。ここですね。二人を縦にして、エッドのパチンコ操作でガチャガチャしていきます。で、エドがめり込んだら第一段階成功。で、そのままエドを押し込んで壁につければ第二段階成功となります。ちょっと難しいみたいですね。いけるかな？まあ、あの、要は一人向こうに抜ければ、あと呼び寄せれば三人、入っちゃうので、それで OK って感じですね。お。あ、まだだ。おっと。これは、通常で行きましたね。諦めましたね。普通に行きました。こういう光ってるなんか仕掛けっぽいところはエッドが操作します。まあ賢いので。よく下水道を歩いてますよ。基本的にまあ見ていただいている通り、アクションは簡単な方です。ゲームとしてはそれほど難しいところはないです。普通に、では普通にクリアする点では簡単ですね。こうやって普通にシャッター開けましたね。さあ。If my surveying skills are correct, that... さあ、下水道抜けましたね。下水道抜けるとジミーというキャラクターの誕生日パーティー会場になります。どうやらなんか行くの止められてて、下水道通ったの無理やり行く方法だったらしいです。で、この上にかかってるピニャータっていう虹色のやつですね。を割ると、全部割っていきます。あ、コメントいただいてますね。すると、宿敵のカンカー三姉妹が出てきます。蜂の巣を撃ち落として彼女たちを追い払う。
追い払います。追い払ったら終わりですね。で、次3ステージ目ですね。走ってる時の音楽はもう耳に残ると思います。耳残しちゃってください。まずは、このもの壊して、普通に登っていきます。縦3になってると慎重に歩けるみたいです。なんで縦3人の方が安定するのかわかんないです。これおもちゃを、真ん中の入れ物に入れます。そうですね、ストーリーの解説ありがとうございます。あとは、踏み台を作って越えていく。で、また、坂道を作ってこれを登る。この先ですかね。ちょっと、あれですね。ちょっと周り敵がいると登りの妨害されちゃうので、で、取って駆除してきましたね。こうやってパチンコはよく使います。で、壁はどんどん壊していって、川沿いを歩いていきます。歩いていきますというか、走ってますね。で、ここポイントですね。本当は奥にはトラクターを使うんですけども、こうやってジャンプで越えて、川に落ちないようにして、ああ、戻っちゃいましたね。ちょっと抜けにくいんですよ。で、ここで3人呼び寄せれば OK、行きましたね。この先にもちょっとポイントがあります。あ、ここ、どうするかな？あ、普通に行くんだ。普通に行きましたね。ここカットできる技もあるんですけど、今回使いませんでした。さあ、どんどん進んでいきます。ローニング独特ですよね。あ、ここだったかな。違うな。あ、これが鳴ったら。
見られないようにお家に帰ります。あの、さっきの文字が出てきたらダメです。これで気を引いといて、突破。超えましたね。あとはどんどん進んでいってもらって、バケツ投げます。こいつは抜かしてもらってと思ったら使っちゃったな。大丈夫かな？またここも同じような感じですね。ああ。やり直しです。というわけでクリアしました。次ステージ4ですね。さっきの3のオチも書いてくれました。ありがとうございました。次、ルーフってキャラクターが持ってるバッジを江戸たちが欲しいので何とかしてもらいたいという話です。で、ルーフは工事現場のコースを超えたらバッジやるよと提案。ただまあ一筋縄に行かないようにロルフはケビンっていうキャラクターと組んで妨害していくがっていう話ですね。エドは力持ちなんで今のように運ぶことができます。リズム邪魔ですね。リズム邪魔ですね。安定取るならこうやって敵を倒さないとダメですね。仕掛けとくときに妨害されちゃうので。お。あ、箱が出てなかったんです。さて。さあ、ここ、髪の毛ポイント。いけましたかね？あ、いけたかな？これ。いけましたね。壁抜けれました。フェンス越えましたね。ここも大事なところなので。でここフェンス結構越えます。ここのフェンスは普通に開けます。成功法です。あと使っちゃった。ぶつかっちゃえばぶつかっちゃうほどロスにはなりますね。でまたここフェンスのところは、エッドをパチンコで、エッドがパチンコでエドを押し込みます。まあ、コーナーの通りです。ここは普通に仕掛けを解いていって進みます。
ちゃんと、ここはちゃんとやってますね。で、ここも超えます。二人を投入した状態で三人目を、いけるかな。二人を立てた状態に。お、いけたね。いけましたね。ああ、落ちちゃった。おっとっとっと。川に落ちるとダメです。ここ、ヤギを落とします。ヤギを川に落とします。かわいそうですね。次、ここ、ケビン君と競争しますが、ケビン君めちゃくちゃ弱いので、普通にやってれば勝てます。動物の扱いが存在ですね、ここでも。リス投げられたりしますし。やっぱこれ耳に残りますね。加速時の BGM。走ってる時はこれが流れます。結構長いんですよね、ここ。まあ、普通に勝てました。今、カットシーン入って終わりです。で、これで4つ目クリアです。今書いてもらっている通りですね。勝ったから約束通りバッチやれよ。3人だから3等分なってビリビリに破られて終わりです。で、次、5ステージですね。ここがかなり重要です。ここが大胆なところですね。まあ、ちょっと難易度がある、高いみたいです。コツがいるみたいですけど。そうですね。さあ、台に乗って、この先か3姉妹の後ろのところからのこぎり行って、このシーンで、あ、ダメでしたね。あのなんか、三姉妹に廃墟から物を集めないとダメなんですけど、集めて来いって言われて集めたらクリアなんですけども、さあ、いけるかな？ちょっとセットアップしてますね、多分。ここ大幅短縮なので、結構何回も、ああ、もうここ、判定のエリアに入っちゃうと、この、ムービーが入っちゃうので失敗です。椅子からジャンプして越えて、あ、ここダメですね。うちのウサギのぬいぐるみを回収して、その代わり報酬をもらおうとしてます。やり方変えてきたかな。そう、3人が残ることが好きみたいです。まあ、ただこの3人にとっては宿敵です。はい、コメントありがとうございます。壁抜けようとしてますね。本当は、どうなんだろうな。ここで、うまいことやって、全部終わらしてっていうのが、パターンなんですけども。ちょっと僕も見た動画ではこれやってなかったので、多分壁抜けをしてようとは思っ
ってるんですけども。あ、ダメかな。新生児のコメント的に、普通にやったら5分ぐらいかかるはずですね、ここは。さあ、なかなかうまくいかない。まあ、このパチンコを入れたり切ったりして、押し込んでるときは、だいたい壁抜けです。まあ、先ほども登場したんですけども。最新の配信でも、この操作さん、通す前にやめちゃってましたね。ここまで行ってなかったです。お、ジャンプしたけど、ダメかな？まあ結構 EST は自己ベスト的にもまあまあ余裕あるとは思うので大丈夫かなと思います。そうですね、リズム乗ってるように見えちゃいますね。多分そんなつもりはないでしょう。どうなんでしょうね。なんかもう一回さっきの手法をやった方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、どうなんだろう。難しいのかな。こうやりやすいポイントとやりにくいポイントあるみたいですね。お、また戻しましたね。いけるかな？ダメだ。これは普通に行きましたね。だ、持ってこいって言われてるアイテム集めようとしてます。まあ、壁のは抜けるんですけど。あ、ただこれ普通に行きませんね。さっきのあり方の別パターンですね。と思ったけど、それもうまくいかなかったかな。いや、やるか？そこのダッシュでぶつかった時の反動で抜けるっていうパターンもあります。ちょっとさっきも一回出てきたかな？ばらけて、三人ばらけて一人が壁の向こうに行って、でそこで入れ替えて呼ぶみたいな。あ、いけましたね。これで所定の位置に落ちれば大丈夫なんですけども、どうかな？そうですね。今の壁の抜け方も、実はスピードランドットコムガイドのところに、やり方動画みたいなのが載ってたんですけど、そこのやり方でしたね。あ、もちろん英語です。おっと、ダメだったかな。落下判定下っちゃったかもしれないですね。大丈夫かな？あ、でもまあ、ここは軽いものなのかな。抜けるのは抜けましたね。
さあ、うまくいくか。そろそろだと思うんだけど。ああ。最初にやろうとしてたのが一番早いパターンで、今やってるのが比較的安定するパターンのようです。さあ、受けられるかな？まあそうですね、EST はこの辺の壁抜けですかね。なので早い人のタイムが、ワールドレコードがかなり早いのも、ここなんですよね、多分。もちろん、一つ一つの所作もあると思うんですけども。さあ、また抜けました。今ステージ5ですので、この次のステージが最後となっています。お、落ちたらダメなのかな。決まったところで落ちたいんですけど。ここで落ちてよかったのかな。あお。あれ？なんか全然違うところに。中間通ったっぽいことになってますけど、かなり中途半端なところからなったんで、扉も開いてないと。さあ、どうする？そうですね。ちょっとリアクションが失敗でしたね。と、思いの裏の中間踏んだみたいで、リスポーンが変なところに来ちゃいましたね。これやり直しですね。まあ、ここは、見ていただいた通り、最初から入って、部屋ですね。に行くまでは短いので、こうやった方が早い場合もあります。基本街からここの道行って、ステージ選択みたいな感じですね。っていうのが一連の流れなんですけど、もう一回入り直しましたね。さあ、どのパターンでいくかな。もう一回これ挑戦するか。いってくれ。セットアップして。あー、ダメだ。またそのパターンに行きましたか。ステージクリアすると、画面の真ん中にダイアログが出てきます。お。あ、これいったかな？いや、これ、やられ、消えたか。消えましたかね。カットシーンが入って、ロードが入ったので。いけたかな？ちょっと次どこに入るかによると思うんですけど、多分いけたんじゃないかなと思います。いけましたね。最終ステージ入りました。まあ結局真っ二つなっちゃったよって言って、まあ返したけど泣かれちゃいます。さあ、どのルート使うでしょう。まず邪魔な動作やっつけて、お、壁抜けましたね。一気に行ったな。解説したかったんだけど、押し込んで、
っていうのをやろうとしたんですけど、ここは安定取るかな、安定取るかな。今電撃ビリビリ状態なので仕掛けといて外さないとダメなんですけど、こいつら邪魔なので倒したい。倒しました。さあまた体当たりして、ストーリーありがとうございます。ID の隠してた雨が何者かに言われたので手がかりを探しています。あんまりラストっぽい感じないですか。抜けました。で、まあ、犬を倒していきます。全部倒します。あ、ちゃんと開けましたね。ちゃんとフェンス開けました。で、邪魔なので倒しておきます。ちょっとタイフ大丈夫か。まあ、回復はいっぱい落ちてるので、襲われてますけど気にせずに進めてます。さあちょっと皮切り切りだぞ、気をつけて。ああ、やられちゃいました。まあ、そんなに気にしないで、リスポンも早いので。さあ、また、邪魔なのを倒してから、邪魔が入らないうちに、仕掛けを解きます。I'm afraid I can't help you with that.ちなみに壁抜けを応用して、この帽子かぶったエッド、一人だけで動かせるようにしたら、かなり安定するようになります。それが一番早いパターンみたいです。三人でも行っちゃうと、まあ、こうやって三人乗せないとダメなので、ちょっと安定しないですし、遅くなっちゃうんですよね。まあ、成功法ではあるんですけど、今は成功法で行ってますね。I'm afraid I can't help you with that. ちなみにさっきのステージ5の最初にやろうとしてたやり方なんですけども、うまい場所でムービー読み込むとなぜかステージクリアしたダイアログが出てきてクリアになってたんです。それができてなかったみたいです。ああ、ここで、タイム削られるんでしょうね。書いていただいてますが、ありがとうございます。まあ、今、中盤くらいですかね。ちょっと最後長いんですけども。結構苦労してそうですね。まあ、おそらく、ゆっくり歩けば、いけるんですけども、これは RTA ですので、なるべく早く行こうとしています。そうなるとちょっとバランス取るのも難しいので、こうなっちゃうと。だいぶ今安定取ってますね。もちろんこのタイヤ落とされたら、あー、今タイヤ当たっちゃいました。めちゃくちゃ煽ってきます。まあ、1って書いてるのは地図ですね、確か。2% の解説動画では、基本的に、一人で動かしてましたかね。ここはどうだったかな。よくカットシーンのところまで行くと、3人勝手に集まってくれるので、あ、行けましたね。あとは駆除してもらって、つなげてもらえれば、さあ行けるか。さあ持って帰ってきた。探し物が見つかりました。SD キーワードですね。多分超えます。
この後2分で行くのは、おそらく厳しかったと思います。ちょうどぐらいだと思います。まだ結構あったと思うんで、6面が普通に長いんですよね。ここは普通に超えます。今、一人ですね。この状態が一番進みやすいです。あっと。まあ、ここの、あれですね。おっと。一人だけ行けばいいんで。まあ、これは簡単です。まあ、あと5分以内に終わるんじゃないかなと思います。まあ、ここはもう誰もいないんで、落ち着いて仕掛けを解いて、飛び入りましたね。まあ、あと2段階ぐらいです。橋を作って、おや、このフィールドは、ヤギ出ましたね。ヤギが出たということは、スタート1回。また落とされちゃいました、かわいそう。で、ここ最後ですね。This is beyond my capabilities. Hmm. 川に落とさないとダメですか？結局、黒幕はカンカー姉妹でしたということで。今、はめられてます。で、なんとかして蹴りをつけようと。ああ、ここ囲まれるのは良くない。さあ、全部解いてもらって。だいぶ当て取りましたね。今、回復取ってから。全部開けてもらって。まあ、だいたいそうですね。申請タイムっていうことですんで。おう。翼さんが申請してます。イベントの応募時に、イベント概要とともに、私はどれぐらいで行きますっていうの。おっと。ちょっと焦っちゃってますかね。落ち着いていきましょう。いや、まあ普通に進むんですけど、ちょっとシビアなんですよね。ちょっと焦られてますね。さあ、缶がいっぱいのところに来ました。さあ、ここ最後ですね。缶を持って、真ん中の印のところに当てます。で、これを印全箇所に当ててもらってっていうのを繰り返すんですけど、今ダメージ与えましたね。まあ、足切り時間ではないので、このままクリアすると思います。ここまでイベント円滑に進むための申請時間です。さあ、ちょっと敵に気をつけながら、缶を投げてもらって、さあ、当たった。よし。あと1回かな？あ、そうですね。支えの柱を壊してます。缶以外でもいいんですけど、基本缶の方が安定します。さあ、これで、はい、GG です。
breakers! Quick, grab them! Quick, let's get out of here! What the? ここは店みたいですね。I don't like the implications of this! 教会だったぞ。さあ、結婚式の始まりだ。ギャーで終わり。というわけでしたね。まあ、基本は、コメディなので、だいたい失敗して終わりなんで。まあ、最終ステージと言いつつ、多分、まあ、なんて言うんですかね。他のステージと同じようなノリ。アニメもそういう感じみたいですんで、毎は毎は。そうですね。解説ありがとうございました。ストーリーの解説ありがとうございました。私も、エニーパーセントの解説動画を見てたんですけど、全部英語でわからなかったんで、助かりました。まあ、アニメ原作ですね。アニメがあって、ゲーム化されたものです、こちら。ちょっと残念ながら日本では発売されてないゲームなんですけども。あ、いえいえ、ありがとうございました。あ、どうしましょうかね。URL 貼ろうかな。一応 2% の、あ、もう終わっちゃった。Have you checked out speedrunstore.com yet? 100% of the proceeds will be donated to save the children. ここまで。ここまでですね。エディ。ザ・スピードランストア・アドベンチャーズ。カテゴリー 2% をお送りしました。では続いてのゲーム準備しますので、しばらくお待ちください。